急がなくてもいいのよ。 みんな目が覚めたでござるか。お嬢様は、おいらたちもぐっすり。はい。で、先ほど水浦の番で見たのです。それに私、今回はモナカ。メギストス卿、恥ずかしいのです。いえ、そんな、あまりにも貧相の言及。すべて言ってしまっているでござる。一般的に 正しい正当性を保ちたい。私は捨ていないわ。あたいもだ。別に期待してないってわけじゃない。平常心を保てるも。そうだぞ。それにモナの。そうですか。角の期待がなければ。また水浦の番によると、すでに元凶についているようですね。まずは入り口を探しましょう。あ、あれじゃないか。見たところ、もしかして泳いで。おお、まさか。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。急がなくてもいいのよ。
急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。よっ。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。
かねてより先生術とは私にとって誇りでした。私の声、これはまさか。私はこの学問の価値を信じ、先生術を通して万物の運行規則を垣間見ることができると確信しています。よりにもよ、人々は私が占いができると知るとこぞって私に聞きます。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るだろうか？私は正直に彼らに結果を伝えました。誠実とは悪を招くもの。しかし私は崇高なる先生術に嘘をつくことはできません。先生術なんて嘘っぱちだ。冗談も大概にして、少し一人になりたい。今すぐ出て行ってくれないか。彼らの失望した表情は私へと突き刺さる鋭利な刃となりました。予想はしていましたが、やはり悲しくもあり、それはまるで奈落の底へと落ちていくかのようでした。メジストスケ、うう、そう、慰め、こういう時は何も入り、先ほどのは以前の私が経験を積んだ今は宮廷大魔導士であるメギストス教にも他者に誤解を抱かれる。実はこういう、でも私は天こんな壮大で綺麗な場所でそういうこと、うんうん、そのでは、ここ行った。周りの様子が変わった。どうやらモンドの産地のようですね。でも周りは変わらず果てしない海のままだわ。先ほどのように入れる池があたりに。こっちだ。おや、直水面に何か浮かん、これって絵か、それとも
とある地点を指しているようでござるな。私に皆をそこへ導かせようとしているのね。どうしてあなたが先頭を。まあいいです、誰でも構いません。とりあえました。急がなくてもいいのよ。捕まえた。どの目が出るか。ダメ。まさか。踊りなさい。でもいいのよ。
いざ！起立。先制術は真実を顕現させることができる。しかし誰もが自分の運命を受け入れられるわけではありません。ですが構いません。壁に当たることも先制術の修行の一環です。彼らを説得するには私が強くなるほかないのでしょう。山で知らない冒険者に会いました。彼は私と同じように果実を取りに来た人で、私にも分けてくれました。そのお礼として彼の要求に応え占いをしてあげたのです。結果はおぞましいものでした。一刻も早く冒険をやめなければ2年も経たずして命を失ってしまう。彼は黙っていました。意外なことに彼が私の占いを疑うことはありませんでしたが、とても困っている様子でした。それでも前に進まなくてはならない。
冒険者が困難を恐れてはならないんだ。そう言って彼は再び登山用リュックを背負い山頂を目指したのです。ですが、このことは終始私の心に残っており、拭い去ること。うわ、また出てきたぞ。モナ、私は彼に一度しか会っていません。あれからも。でもその人がまだ生きていて、悪いことになると全否定し、いいことにな、日々の娯楽であればいいのですが、私が学んでいる、自らが導き出した結論を否定。残酷だが、普段ならこんなことは言いませんが、私たちが研究しているのは聖書であって、決して誰か。ああ、もう。だから先生術師は嫌われやすいし。なぜそうも騒ぎ立てる。お嬢様は友。違うわ、オズ。あなたどういう子。おやおや、どうしてでしょう。あたいも別に見識が広いわけじゃないから、人の秘密を軽々しく詮索したり、気に入らない結果。もしも運命が二言三言で回避できるよ、己が本心に従い。ご本、そんなに私のことをし、ありがとう。聞こえないわ。まあまあ、そんなこと言ってないで。殿下は。お嬢様の鋭い眼差しだけ。そこまで言うなら仕方ないわね。私は浜辺に行くとするわ。行くぞモナ。はい、すぐ行きます。でもいいのよ。はっ、揺らぐことなし。霹靂先陣、揺らぐことなし。でもいいのよ。宝箱も
ジャを穴からおびき出すことができるのね。ほっとん。またここにも、まだ物語は続いて。急がなくてもいいのよ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。
下に行かないぞ。ん？何か待ってるみたい。この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。よし。いざ。
はこいつを待ってたのか。でもいいのよ。またモンドの顔。どうして私の家が。家？おや、これはまた意外ですね。メギス。床に置かれた本にラベルが貼ってあるぞ。希少品。たったこっちにも見るからに高そうな醸成本がたくさんあるぜ。部屋の失礼も実によくできている。決して私は時折手元に現金がないだけで本当に貧乏というわけではありませんよ。そうだったの？あなたにご飯をおごったり私の家に招いてご馳走したりしたのに。お嬢様、お言葉が。あ、うふん。何時は聖なる恵みを受け。ああそうでした。お母様の作ってくださったシチューとコールドカット。メギストス教、モンドの料理か。あたいも食べてみたいぜ。ならば何時らにも。いいのか。そういえば拙者も友人の家へ行くのは久方ぶりでござる。ふむ、手土産など。あのお二方は気さくで親切ですので。もし行くのでしたら絶対にあのコールドカットを食べてみて。それよりも今は目下の謎を解決した方がいいのではないでしょうか。実は部屋に入っ。ああそうでした。先生術師は最も奥深き清書を見抜くことができる。故に傲慢は許されない。もしもこの学問によって自身が何でもできる強大な存在だと思ってしまえば、逆に星に見放されることになる。昔の私はなんて盲目だったのでしょう。宇宙にある全ての運命を理解した気になっていたなんて、あるいは罰だったのかもしれません。道を失った私にはもう星が見えませんでした。迷うべきじゃないよ。
お前が迷ってしまえば、たとえ先制術でもお前を救えはしないのだから、おばばはそう言っていました。私たち先制術師は自らの命運を図ることはできないのです。しかし今日、この言葉が別の意味を持ち始めたような気がします。人は灯台の導きに従うだけとは限らない。私はそれを初めて理解しました。たとえ前途が暗く危険だとしても、彼らは砲を上げ出航する。変えることも逆らうこともできない。だからこそ運命は運命なのです。物事の進行する規則を知り、天地の秘密を覗く。傍観だけで十分、何かを変える必要はありません。この世には完璧な伝説も、全てのものを救えるヒーローもいません。私がすべきことは、自らの運命をつかむこと。輝かしい景色。さすがは天才先生術師といったところでしょうか、メギストス卿。ありがとうございます。星は宝石のごとく。すっごく綺麗だぜ。こんな元凶を持ってるなんて。モナの心にはきっと果てしなく広い星の海があるんだろうな。うん、これこそきっと私たちが望んでいるものなんだと思います。この星空はとても美しい。それどころか、私がこの中のすべて、これは間違いなく私の元凶。帰還？知っていますか、テイワットの星空は失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を、病気は治っ、どのようなことであろうと、すべてあなたの星屑の奇跡に記録される。あなたを表す星が軌道上にあれば、逆に、あ、ですので、占いの結果にある星空は、私は皆さんが幸福を、そのために私はこれらが無駄なのは知っています。人の運命、それでも先制術以外に真実の子、人はいつも真実の道の上を生きなければなりません。この広大な星の海には、星と星は一体どれほどの偶然があれば巡り合える。でも、テイワットの星空には、うん、私は、私の星の中に、今から私、
ここに戻ってきたってこと。おかしい。私の元凶にはファデュイや装置の手がかりがありませんでした。それとも私たちに関係するこれらの元凶、つまりこれらの元凶は謎を解決する手がかりに導く。誰かが何かをやってこれらの元凶が誕生した。言い換えればこれらの元凶は純粋なる自我。皆の者、初めて島に上陸したあの日、拙者は旅人と共に拙者たちと交渉した研究員が言うには、もしかすると、そしてそれら全てはあの破損。あ、確かに夢と幻覚、私たちと彼らに違う点があるから。いかにも。うん、意志の固い人は狂気に陥ることが。つまりオイラたちは今すぐファデュイの。いいえ、破壊では。お嬢様はむやみに未知の装置を壊すと。うむ、私の予想が正しければ。よし、